はい、お疲れ様です。元木チャンネルです。今日は後期2679年12月29日、過去内親王殿下の誕生日ですね。メディアが佳子さまと言ってるからと、それを標準だと思ってはいけません。過去内親王殿下が正式かと思いますか、または佳子殿下ですね。今日のお題はまだ決まっていないんですけど、ウォーク TV の件についてお話ししたいと思います。WWUKTV ですね。ある国の方の YouTuber なんですけど、私よりは自称理数系ということは、日本語苦手な私より日本語が非常に流暢な方なんですけども、私と同じように事実を発信するチャンネルですね。そうすると、やっぱり不快に思う方がいまして、彼の母国の多分人かなと思うんですけど、事実を発信すると、多分報告やってるか、Google にやっぱりスパイが入り込んでおりまして、そこからなんか、広告がついてないですね、チャンネルに。30万人チャンネル登録者がいるチャンネルで、今日、昨日、今日パッと見て、非常に、いいかなと思うんですけど、広告がついておりませんで、Google にスパイが入っているものと思われます。タイムってあるじゃないですか。英語の、いわゆる格式が高い英語の文章というタイム。あの中にも、おそらくスパイしか、某外国の人が入っておりまして、よく反日の記事書いてるんですね、タイム。私、自衛官途中で辞めたんですけど、その時も、退職する時やめ、非常に揉めまして、一刀陸曹で途中退職したんですけども、方面総監まで許可がなければいけないということで、非常に舞台で揉めまして、で、私、自衛隊退職したい理由は、とにかく時間が欲しいと。定年遠くないのに退職の準備ができない。TOEIC ってあるじゃないですか。英語の無茶、難しいテスト。あれで、TOEIC 900点超えたら YouTuber やろうと思っていたんですけども。ただテストも受けてもらえませんで、もちろん受験申し込みでした段階で、仕事の都合で、日曜日なのに。で、時間くれと。でもなんか、ただやたら忙しくしたからで、私体力あったんで、で、教えるのも上手だったんで、そこが敵側からすればすごい悪かったなと思って、判断されまして、とにかく運動する時間をくれない。民間は、自衛隊なんで体力弱いと、なぜか同情してくれるんですけど、皆さん。で、民間で体が悪かったら、通用しないじゃないですか。給料減るじゃないですか。もちろん自衛官、定年退職、定年早いんですけど、ただ民間に就職するわけなんですけど、それの国の弱くするっていう目的もあったと思うんですけど、普通に考えて自衛隊内にスパイが入ってきたら日本は非常にやばいですね。および、皇室の中にももちろんスパイが入ったらいけません。今回、平成から令和になったきっかけになったのは、3年ぐらい前、天皇陛下がなんか、生前退位をにじませる、あれも、なんかね、あれデマですからね。生前退位をにじませる、正式な言葉あるんですけど、ちょっと今、フリーで特技やってるんで、あれなんですが、あれ日本語と、別に英文がありまして、で、日英は合致しております。で、その英文は海外にはでは、出回らなくて、退位するっていう、アドビケイとかなんか単語あるんですけど、その単語が 海外へは一人歩きして、そっちの単語も使うんですよね。未来のことであっても確実に起こることは現在形で表現するという英語のあれがあるんですけど、それは全然伝わっておりまして、元の英文は伝わっておりませんで、捏造された英文が海外では待っております。あれなんか完全に宮内庁にスパイが入ってるんですよね。あと、交通事故、今、200人、年間に200人か300人ぐらい交通事故で亡くなってるんですけども、その主な要因は、
今、スピード違反じゃないですか。ですけど、新聞も報道も、まあ、ほぼ絶対にスピード違反が原因であると言わないんですよね。日本人の人口を減らしたんですね、警察は。まあ、飲酒運転とかだったら、まあ、一滴でも飲んだら、一滴でも飲んだっていうこと自体、ことを認識しない人いないんで、まあ、飲酒運転は、なんだかな、啓蒙しやすいんですけど、スピード違反はなかなか制限速度5キロ、10キロオーバーしたからって、なかなか認定しにくいものがあるんですけど、まあ、スピード違反をなかなか取り締まらないのは、日本人の人口が減るように、減るのが止まらないように、スピード違反、なかなか研究しないですね。で、そのウォークさんなんですけども、まあ、広告がついてないと。で、なんかキーワード、タイトルとか説明欄に入れるとやっぱり引っかかるそうです。で、ウォークさんの話によると、何ですかね、AI。AI が検知してるんで、人が見てるんじゃないかという話ですね。キーワードを説明欄に入れてたり、タイトルに入れてたり、サムネイルに使うと、引っかかると、広告が少ないと。ということで、皆さんに、僕 TV を応援してもらいたいということです。和也さんが1年半ぐらい前かな、2年ぐらい前に、バン、多分5番ですね、されまして、その時は視聴者の皆さんから、Google に要望、フィードバックかな、まあ、視聴者の皆さんのおかげで、和也チャンネル元に復旧したんですけども、で、ウォーク TV の方にもちょっと支援をお願いしたいんですよね。ウォーク TV は何も悪くありません。で、私が広告の申請するときもそうなんですけども、したときもそうな、まあ今広告ついてるんですけども、その時もどこが悪いとか、Google さん、YouTube さん言ってくれないんですよね。どこが悪いとか言ってくれれば、まあ、どの動画かな、どの動画が著作権引っかかってますよとか言ってくれれば修正できるんですけど、Google さん、なかなか具体的に言ってくれませんで、ちょっと話まとまらなくてすみませんが、ちょっと強引的にまとめると、ウォーク TV、広告ついてないのを助けてほしいと、具体的には Google の方に、フィードバックを送ってもらいたいということですね。ウォーク TV も私、1日前に、24時間前に、たんで、ちょっとまだチャンネルあんまりは見てないんですけども、よければ応援していただきたいということです。はい、今日もご視聴ありがとうございました。失礼します。